5月17日、プロ野球ニュース。MLB 大谷翔平指名打者でフル出場も4打数ノーヒット。大リーグエンジェルスの大谷翔平選手が先発登板した翌日の16日、オリオールズ戦に指名打者でフル出場しましたが、ヒットは出ませんでした。大谷選手は前日の15日、投げては苦しみながらも、 5勝目をマークし、打っては先発投手では大リーグ史上初となるサイクルヒットを逃したものの、ヒット4本の活躍を見せました。16日は相手の本拠地、ボルティモアで行われたオリオールズ戦に3番指名打者で先発出場し、1回の第1打席はインコースに食い込むカットボールに詰まってセンターフライでした。 4回の第2打席は追い込まれてから見逃せばボール球というアウトコース高めの速球に空振り三振し6回の第3打席は1ボール1ストライクのあと3球目の変化球が大谷選手の足元に投げ込まれウォーイと大声を上げながら飛び跳ねて避ける場面もありましたが最後はレフトフライに打ち取られました 8回の第4打席はセカンドゴロに倒れ4打数ノーヒットで打率は3割を下回り2割9分6厘となりました。試合はエンジェルスが3対7で敗れました。